ハワイミス水類は、鳥類スズメメアトリカヒは赤の系統である。分類によっては、ハワイミス水カドレペニディデー、ハワイミス水アカドレペニジネ、ハワイミス水族ドレペナイドニの分類階級が与えられる。ハワイミス水と総称される。ハワイ諸島にのみ生息する固有群である。32種が記録されているが、すでに12種が絶滅している。体長は10から20センチメートルと、 幅広く、またくちばしの形も様々に変化に富んでいる。これらは絶海の孤島に過去に侵入した、祖先種が生態系の日地にそれぞれ適応した進化を遂げた例としてダーウィン・フィンチ類と並んで有名である。系統樹はウェア・イトールより、ハワイ密水族との多分岐として描かれている枝は増減する可能性がある。ハワイツ水類は伝統的には、 ハワイスイカドレペニディデートされていた。ドレペニジネとシティラストリニーのニアカに分けることもあった。プラットはハワイミス水類をアトリカに含めハワイスイアカとした。彼はそれをドレペナイドにシティラストリニーヘミングニチニーの三族に分けたが、後には否定した。オールソンジェームズはさらにハワイス水類をヒワアカに含めハワイミスイ族とし、内部分類は行わなかった。 ハワイツ水類は、系統的には、アトリカヒワアカの内部に位置する。ハワイツ水類を含まない競技のヒワアカは、側系統であり、オール・ソーナンド・ジェームズに従いヒワアカに含めるのが、妥当である。ただし彼らは、ハワイミツ水類以外のヒワアカすべてを、ヒワ族にまとめたが、このヒワ族は、側系統である。ハワイツ水類を族として維持するなら、ヒワ族を、 複数族に分割する必要がある。原生族と種は国際鳥類学会により、アメリカ鳥学会による絶滅族と種を追加。ありがとうございます。